回は濃厚接触なしでできるレクネタを3つ紹介します。1つ目は一致ゲーム、2つ目はテレパシーゲーム、そして3つ目は全力じゃんけんです。一つ一つどうしてこれをやるのかを紹介していきますね。一つ目は一致ゲームです。こんな感じでやります。今から先生がねってやるから真似してね。いくよいくよ、3、はい、 OK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 。 次真似してスカッ、いいよ、もう一回いくよ、バンバンバン、 OK。 次バンバンスカッ。さあ次先生どっち出すかな。一致したら勝ちだからね、予想してよ。いきますよ、3、はい、バンバンスカッ。スカだった人、あ、全員いなかった。もう一回いくよ、せーの、バンバンバン、一致した人、OK。 というふうにして一致ゲーム、教師と子供ですね、これが一番簡単というかやりやすいレクですね。なぜなら教師の方でコントロールできるからですね。これだと結構みんなが楽しめるので、一致ゲームというのは基本的にやりやすいレクになります。では次ですね、この一致ゲームを少し変形させていくということです。これを二人組でやります。そういうふうにすれば先生から子供だけじゃなくて子供から子供になるので、まあ、少しトラブルとかがあるかもしれませんが仲は深まっていくということになります。で、濃厚接触もありませんね。では隣同士でちょっとやってみるよ。どっちかがパンパンパン、どっちかが真似するパンパン使っというふうにして、あったら一致してイエーイと喜ぶ。大丈夫かな。じゃあちょっとやってみてください。はじめ、せーの、スカイエーイという感じで、あったら喜ぶ。本当だったらね、ハイタッチなんかさせてあげたいんですが、今回コロナの関係でなかなかできない。でもそうやって教師、子供、そして子供同士というふうなイメージを持ってると、レクっていうのも、あ、こういうふうにやればいいんだなっていうのがなんとなく分かってくるということですね。さて次は、次です、テレパシーゲームです。このようにやります。今から先生がね、1、2、3、4、5、どれかの数字を出すので、みんなはテレパシーで予想してください。いい？どれか出すからね。一緒に出してね。いくよ。せーの。てってってって、テレパシー、2だった人。おー、いない。もう一回いくよ。せーの。てってってって、テレパシー、4。おー、あったー。な感じですね、うん、こうやって最初に教師そして子供やるのは同じですね。そして2人組でやりなさいというふうにしています。さっきと同じですね、一致ゲームと2人組でやります。その後にテレパシーゲームはグループになって、3、4人グループになってやる。ちょっとやってもらいましょうかね。そこのグループになって立たなくていいのでね、そのままやってみてください。どうぞ。テレパシーこれ3人とかになるとやっぱ難しくなるわけですね。もう一回やってみて。テレパシーもう一回。テレパシーおー、揃ったというふうな形でやるということですね。さっきは2人組でやったのが今度はグループになりますね。そうするとやっぱりトラブルも若干増えますよね、グループになると。でもグループで揃う喜びというのも増えるので、ちょっとずつこうレクの負荷を上げていく、親和性も高まる、負荷もちょっと上がる、そういうのを子どもの状態を見てレクをどれを入れていこうかなって考えるのは結構やったりします。こんな感じでレクをやっていくということです。では最後に全力じゃんけんというのを紹介します。これは今2つ紹介しましたが、この2つのレクとは全く違う考え方です。私とにかく朝元気に過ごす、そのための全力じゃんけんです。ちょっとやってみますね。簡単です。全力でじゃんけんしますよ。勝っても
負けても愛子でも喜びます。いくよ、ちょっとやってみよう。最初はグーじゃんけんポン、イエーイ。これだけです。これ私がやってるんではなくて、 YouTube で大島圭介さんという方が紹介されていたものです。大島圭介さんとは居酒屋てっぺんという居酒屋の社長さんですね。その方がこう大人元気にしたいみたいな形で YouTube で全力じゃんけんを紹介されたのを私が見て、あ、これは子供たちにもやってみたいと思って始めています。朝ただじゃんけんするだけなんですけど、全力でやることによってすごく気分が上がってくるということを意識しています。だからこれまでやった2つのレクとはちょっと毛色が違うということですね。で、この全力じゃんけんっていうのはいろんなバージョンでできます。例えば教師と、さっきも言いましたが、子供だけじゃなくて子供同士でやるということも可能です。子供同士で最初はグーじゃんけんポンイエーイと喜んだら、違うところに行ってまた最初はグーじゃんけんポンと言ってイエーイと喜んだら、違うところに行ってという形で子供同士でもやることができます。さらに全力じゃんけんじゃなくて、例えば全力で挨拶しようとかでもいいですよね。最初はグーじゃんけんポンとやった後に、おはようございますって挨拶をする、それでもいいですし、いろんなバージョンができるので、学級の雰囲気とか先生の何かこうやりたいこととかに合わせてやってみるのもいいと思いますが、一番簡単にできるのは全力じゃんけんですので、今日はその全力じゃんけんを紹介しました。